本名はですね、藤原和清って言って、熊本出身で、そのお父さんは武士でですね、うん、秀吉の、まあ、部下中か家来中の方に入っとったそうですよね。それから、まあ、千々寺になって一人で長崎に来たということで、末次平蔵って言って長崎の奉行所の大官長ですかね、ご親身を持って貿易されとったそうですね。でその方に一応指示をあげたというか、ものすごく可愛がってもらって、その後自分もご親身の船主になったということを聞いてます。ベトナムに6回ほど行ったという記録がありますけどね。ですね、ここ今くまモンがいるところはですね、その当時外国人居留地という場所だったんですね。この場所を作るときにですね、大きな湾があったんです。その埋め立てをするときにですね、天草出身の、北野織部さんという方がその埋め立て工事をですね、請け負いまして、そして約1年半ぐらいかけて、埋め立てを完成させたということなんですよね。でその時に使ったこういう下にある石ですね、家の基礎にするとか、それとかこういう石畳を作る時に使った石っていうのは、天草から持ってきた天草石という石を持って使った。その後にですね、小山秀之進さんという方がいらっしゃいます。先ほどお話しした北野織部さんの実の弟になるんですよね。国宝の大浦天主堂知ってますかね。あの大浦天主堂を作ったのが小山秀之進なんですよ。そしてグラバー邸を作ったり、それからリンガー邸とかオルト邸なんかも、関わったというふうに言われている人ですね。小山薫堂さんの曽祖父になられるっていうことですかね、だからあなたが今ここにあるのは秀之進さんがいるからということですよ。わかりますか。長崎の方はあの宗太郎が実は熊本から来た人だというのはご存知なんでしょう。それあんまり知られてない。それは知られてないと思いますけどね、残念ですけど元先導してくれということで熊本また頑張れよ。